はいえーというわけで、えー、またまた席ですよろしくお願いしますああよく春さんって言われているのであの春さんと声かけてくださいで、えー、今日はですねあのさっき紹介いただいたように、えー、私と石森さんでて、えー、このメインのセッションでお話しさせていただくわけですけどあの本当になん,なんていうか感慨深いなという感じですであの石森さんあの 震災の時からですね僕はあのハックフォ j a p a n とかそういう活動でいろいろとこうボランティア活動情報ボランティア活動みたいなのをしていてで石森さんは石森さんでその防災の情報の発信なんかいろいろやっている中でシビック,テック僕らはシビックテックというかという形でコミュニティの活動をしていった一方で石森さんは会社としてこのその。 まさにこう社会を救うようなプロダクトを作って本当にすごい各所で活躍されているということでえなんていうかこう 同じような目標に対して違う山の登り方をしてきたみたいなところで、えーとまあ、そういう2人がここで話すというのはですねとてもワクワクしております。というところで最初にですね石森さんの方から、まあ、これまでの歩みとかですね今やっていることだったりっていうのをプレゼンテーションしていただいた後で私からいろいろお話聞いていきたいなというふうふに思いいいまますすでははよろししくお願いします、はい、ありがとうございます。 えー、皆さんこんにちはアけヒルン株式会社で代表取締役をしている石森と申しますえっ、ー、と、まあ、なんか社会をハックするっていうテーマですけどなんか多分サブタイトルつけるならただつぶやいてただけなのにみたいな <laughs> 感じかなと思いますちょっといつの間にか12年とか13年経ってこんな風になったなと思いますで、えー、特務機関 NELF 防災アプリの開発とかをしているんですが今日はこの社会をハックするをテーマに話をしていこうと思います えー、あら、<laughs> ちょっと待ってね。動いてないね。<laughs> ちょっと見てくださいね。いいねあ、行けたかな。はい、ありがとうございます。すいません、お待たせしました。えー、今たくさんの星が表示されているのが見えますでしょうか。 えー、よく見てみてください、そうです、これは世の中に問題を抱えたシステムが星の数ほどあるという意味です。<laughs> ちょっと覗いてみましょうか、えーあ、また動かなくなってる、じゃあちょっとそっちに行ってお話しますね、はい、ごめんなさい、えー、っとですね、これ、CSV の星という星があります、えー、ちょっとこの星に行ってみましょう。 CSV はです、ね、電気予報という CSV データがあってこれはあの電力会社各社が提供している CSV データなんですけど CSV っていうのはあの通常一番上の行にヘッダーがあってその下に同じ型の値が、えー、羅列されていてそれが列が間隔区切りで区切られているというのが CSV なんですねでこの CSV は、えー、複,数複数のですね この電気予報の CSV は複数の CSV ががっちゃんこされていてそれが1個の CSV になっているというさらに電力会社9社あるんですけどそれぞれ仕様がちょっとずつ違うという仕組みになっておりますでちょっと上から見るといろんな CSV がこうくっついてるんですけど中の値もですね07月22日だったり7月27日だったり7スラッシュ22日だったりします でカラム名もフォーマットも全部バラバラで、えー、とピーク時予備率っていうやつあたり需要ピーク時予備率あたりあとはそのカラムが長かったりしますで、えー、右側もピーク時使用率需要ピーク時使用率ピーク時使用率みたいになっていてちょっと列がねずれたりするんですよね。で、えー、とこれ各電力会社の 全部55行目を表示しているんですけど55行目の5列目太陽光発電量が入っていたり風力発電実績が入ってたり他かのところは5分間隔地なのにとある電力会社は5分間地という名前だったりあとは55行目にです、ね、予想気温が入っているケースもあるし5が半角のところと全角のところがあったりしますとんでもないんですね。 というわけで、これ全部の電力会社は同じスキーマで読めるようにうちの中で変換をして統一したフォーマットで読めるようにしてます。でえーまあ、これ公開する側は、ね、CSV で出せばオープンデータを公開したとうう考えているのかもしれないんですけど、まあ、このフォーマット、おそらくエクセルで開いて人が読むことしか想定されていなかったと思います。さされてて、いいなデータっていうのはたくさんあっ あってえまあほとんど正規化されてないと役に立たないんですよねこの機械可読性の意味ではでもし機械可読性を高めるなら制約があって広く普及していてライブラリがたくさんあってクエリを簡単に組み立てられる s q l i t e のようなデータベースファイルをウェブに置いといた方がよくてそれだったらテーブルで区切ったりとかできますし s q l i t e ファイルって CDN で配信するのもすごく簡単なので割とこう 技術的に必要な人はこういう CSV よりも SKLite ファイルが置かれていた方が便利なのかなというふうに思いますなのでもし何か行政の皆さんがデータを公開するときは Excel ファイルとか PDF とか CSV よりも本当はスキーマに制約があった仕組みのファイルの方が便利だということですじゃあちょっと星を戻ってきてですね次の星見てみましょう河川の星というのがあります 河川の星に行ってみましょう。えー、あの我々、えー、今年ですね6月から河川水情報というのに対応したんですけど、これが割と大変だったんですね。で、えー、河川情報をです、ね、リアルタイムに入手するには、まず年間273万円を用意します。えー、<laughs> まずお金がかかるんですね。えー、で、さ、え、ら、ー、にですね、河川高度というのは3世代あって。 えー、情報ごとに異なる河川コードが割り振られてます、えー、特に真ん中統一河川コードって書いてあるんですけど全然統一されてないんですね。<laughs> で、えー、気象庁が出している、えー、洪水危機クルの、えー、気象庁河川コードと河川情報センターが出しているテレメーター、えー、観測所所限の統一河川コードと国土交通省が河川の流浪データで出している国交省河川コードっていうのがバラバラにあります。 でこれらをですね、まあ、マッピングしていく必要があるんですけどもうんとまあ自分たちでこれをやらないといけないんですねでマッピングしていくとあのこういう図になっていくんですけど。 うーんとですねまずこう苦労した点としては河川の流路と観測所とえ洪水予報の基準観測所って気象庁がやっているやつの3つを紐付づける作業をします。でえと同じ河川の水位観測所を上流から下流に並べた順序の一覧がえ欲しいのでえ河川情報センターのテレメーター観測所所見っていうメタデータをもとに作り始めたんですけどまなんとか同じ 河川が管理者ごとに分割されてたりとか河川コードが不要間違いで重複してたりとかで、まあ、そのままでは作れなかったんですねで、えーっとまあ、そこでチリ演算をしてですね観測所と河川データを紐づけていきましたで地理、えー、演算で河口からの距離を計算してどっちが上流でどっちが下流かっていうのを、えー 順序を並この作業をしてたらですね、えー、っと河川情報センターのテレメーター所見の位置情報が間違ってるのを66件ほど見つけて。 でえー、これは私たちの問題だけじゃなくてつまり川の防災情報って国土交通省がやっているウェブサイトにも同じ問題が起きているということなんですね。なので、えー、4月に河川情報センターに確認依頼したんですけど推計、えー、を所管している管理者になかなか確認してもらえなくて対応が全然済まなくて2ヶ月半経った6月28日に国土交通省の検討会で自分で委員で参加したんでその時に もう言ったれと思って言ったんですね、なんか川の防災情報間違ってて、言ってるんですけど、全然治らないんですけど、誰に言ったら治してもらえるんですかって言ったら、その2日後に治りました。はいということで、こうやって自分たちでメタデータをまた作ったりしてます。 で他にもです、ね、あの県境で名前が変わる河川というのがい,つかいくつかあって例えば紀の川と吉野川信濃、えー、川と千曲川みたいな河川ですで。データによって扱いが異なるのでうちの方でその県,がこう県の境界をまたいだら県側で使っている名前を優先して表示するようにしたりとか、えー、上流と下流の河川をマッピングするようにしていきました。 なんでウィキペディアを開くとですね信濃川は新潟県および長野県を流れる一級河川でこのうち信濃川と呼ばれているのは新潟県域で長野県に遡ると千曲川と故障が変わるというふうに書いてあります。なので、グーグルでですね千曲川と検索をするとですね信濃川が出てきます。はい、でこんんな感じででちょっと見づらいんですけど ここが信濃川でこっちが筑摩川です。<laughs> ここででで県の境目で変わるんですね、はい、ということで、えー、こんな感じで、えー、気象庁から流れてくる指定河川洪水予報のデータとマッピングしたりとか、えー、あとはその川が、えー、と何県をまたがっているのかとか何とか市と接しているのかという情報も一緒に地理演算していくとこのホーム画面で えまあ福岡県の飯塚市を開いた時にはどこの観測所で氾濫危険水位を超えてますみたいなのを紐付けることができるんですけどこれはメタデータがないので自分たちで全部計算をしていきましたでえ氾濫危険水位を超えたらプッシュ通知を送りたいですよねでプッシュ通知を送るのにただ氾濫危険水位を超えたらプッシュ通知を送るって実装すると事故るのでえ例えばこんなふうに 異常値で水位が急上昇して氾濫危険の水位を超えていると、じゃあこういうビューンと上がっている異常値をはじく実装しましょうというわけなんですけど、こっちは正常な急上昇です、でこれもまあ難しいんですけど、他にも、えー、断続的に、えー、と結束するんで結束して戻ってきて結束しててて戻ってきてで通知が飛んでるとうるさいんでこれを抑制したりする必要があります。あとは基準値を行ったり来たりり来する パターンとかも、えー、通知を2回送らないようにすする必要がありますでちょっと、えー、こうやって周期的に異常を示す推計もあってこれはなんか雪とかで、えー、水系の下に雪が溜まってたりするとこういう感じになったりしますあとはですねちょっと運用を始めたから気づいたんですけどある日12時間に1回氾濫危険水位を超えるパターンがあったんですねこれ何かというとあの潮の満ち引きで <laughs> 潮位変動で氾濫危険水位を超えてるっていうパターンがあってこれはあの潮位を自分たちで計算して潮位変動と連動してる場合に弾くみたいな実装をしていますという味でただプッシュ通知を送るだけじゃなくていろんなアルゴリズムをねあの実装しているという感じですで戻ってきましてえ次は避難情報の星というところがありますこれは一番ひどいところです えー、L アラートってシステムで避難情報が来るんですけど、まあそこにはいろんなルールがあるんですね。でえー、とその1個の行に A 地区、B 地区みたいに入れるんじゃなくて行は A 地区の行、B 地区の行って2つ行を作ってくださいねっていうルールになってます1個の行にまとめたらいけませんよっていうことなんですね。で、えーとまあ ちょっと使用があいまいで全域とか町内全域とか市内全域にするって書いてあるんですけどこれもやめてほしいんですけどまあこういうことになってますでえと一応避難のガイドラインとかも出てるんですけど避難情報の課題としてはそもそも入力が数時間遅れるみたいなケースがあって3時間くらい遅れたりしますそうすると なんかさっき防,防災無線では言ってたのにアプリには3時間遅れで通知来てこのアプリ遅いじゃんみたいに思われたりするような課題もありますしあとは何度も、えー、連続して情報更新するようなところもあります。例えば秋田市がですね今年の7月、えー、これ7回更新した 例がありますね、えー、よく見ると数分とか数秒の間に更新してるんですけどこれは秋田県が使ってるシステムのなんか仕様でこういうことになってると,、はい、ということでしたで、えー、秋田県のツイッターアカウントもこの更新されるたびに全部ツイートしてるんで大変なことになってました、はい、ということであのこのドキュメントリビジョンが117って。 いう数字になっててこれ全部プッシュ通知してたらアプリ消されちゃうんであのこういうのも考えないといけないんですね。でほ他にもそのフリーテキストで機械可読性がないっていうのがすごく難しくてえあとは人間にとっても分かりにくい記述をフリーテキストでしてたりとか XML の記述規則を遵守してないみたいな問題がありました。 ちょょっと見てみましょう、えー。これは、えー、宮古市が出した情報ですけど東日本大震災にいる、えー、浸水端部から標高でプラス5メートルの範囲に避難指示が出てるんですけど皆さん分かりますか、どこが <laughs> これ多分住んでる人でも分からない情報ですあとは、えー、仙台東部道路より東側の区域みたいなどこだろうっていうやつですよねあとは海岸の人。<laughs> はい 沿岸部の人 <laughs>、えー、あとはですねこう東日本大震災で浸水した区域正しい高田地区および今泉地区の笠揚げ地を除くみたいにこうちょっと情報を除くみたいなのもフリーテキストで入ってたりしますあとは複数の列挙これダメだっていう規則になってるんですけど複数のところが列挙されてるケースとか、えー、低段んりから東側とかあともう。えー <laughs> 避難,避難指示、避難指示、避難指示、避難指示しか書かれてない避難指示です。はい、<laughs> あとはまあ有料ドイより東側の海岸とかですね、えー、あとはもう、なんか沿岸部、過去堤防、海側のみとか。 あと学区で書かれてるとちょっと難しいんですね学区は地元の人にしか分からなかったりしますで、さらに学区のうち土砂災害警戒区域みたいなパターンもありますあとはもう石の巻ひどいんですよ点すらないっていうやつで、えー、これパースできないんで難しいんですね、えー、あとお呼びで結合してたりするケースとかもありますし、えー、ちょっと多分5時だと思うんですけど海外付近にいる方 <laughs> ですね <laughs> <laughs> 2回出てくるんです海外付近にやる方はいそういう言い方があるのかもしれないんですけどね防潮堤外だったら分かりやすいかなと思うんですけど、まあ、および付近みたいな言い方だったりとかしますあとはですねあの、まあ、複数のところとかあとこれ静岡県が大体こういうパターンなんですけどテンプレがもう用意されてるんでそのテンプレをガッて入れるんですけど、まあ、ちょっとそれも本当はやめてほしいなっていう 感じなんですよね、はい、ということで、えー、こういうのをなくすにはです、ね、アドレスベースレジストリーを使うとかあるいはあらかじめ領域を決めたシェープファイルを用意して、えー、やるということなんですけど要はフリーテキストを撲滅したいとでフリーテキストを撲滅するには整ったメタデータを用意するっていうのと同じ意味だということなんですね。というわけで、えー、避難情報とかもそうですけどデータだけあってもすぐ役立つわけじゃない。 データの入手コストが高く民間で活用するには高いハードルがある、これは、えー、河川情報を入手するには273万円を最初に用意する必要があるということだったりしますで、まあ、さっきも言いましたけど、上流が整ったメタデータの必要性を認識していないというような課題がありますね。はい、ということで,です、ね、ほ、えー、他にもその河川情報というのは、いろんなあの洪水予報河川と周知、あ水位周知河川とって、情報が全部バラバラになっています。 であの気象庁とかの情報って結構、地震の情報って言い方をしますけど地震の情報、いっぱい種類が実はあって緊急地震速報、震度速報、震源に関する情報、震,度あ震源震度の情報、長周期地震と推計震度分布みたいにばらばらに全部出てくるんですね。でえー、っと例えば津波注意報以上が出ると震源に関する情報は出ないんですよ。震源に関する情報は津波注意報の方に入るんですね。 で、えっ、ー、と、その後、顕著な地震の、震源要素の更新っていうのが、来たりして。みんなが、こう、アプリの中で、綺麗に見てる地震情報って、実は、いろんな情報が、こう、バラバラに来ているのを、全部。うまく統合して、出しているっていう、仕組みになってます。はい、で、えっ、ー、とですね。まあ、ネルフ防災アプリ、そんなふに、ユーザーに情報をわかりやすく、迅速に伝えるために、こう。 問題を抱えたデータをなんとかきれいに統合してインターフェースに落とし込んでるんですけど国や自治体にデータっていうのは使用がいつもバラバラになってます。はい、ということでですね、えー、と例えばあの沖合の津波観測に関する情報っていうのがあるんですけどこれ沖合で津波観測したときにあの来る情報なんですけど値は0 2メートルって値が来ます、まあ、つまり2 0ンチなんですけど。 えこれ沖合で2 0センチ観測するってことは沿岸部に来たときって 2m くらいになるんですね津波って。なんですけどその前提知識を持ってないユーザーに2 0センチっという観測値をそのまま表示するとなんだ2 0センチかって安心情報になっちゃってデータ的には正しい情報を伝えていてもユーザーの判断を誤らせるかもしれないということなんですよね。ななのでで私たたちはユーザーーザ判断を誤らせないいめにこういうデータでも この沖合で高い津波を観測っていうその高い津波なのかどうかっていうのは実はこのコンディション重要って少し上のところに書いてあるんですけどこの重要フラグが立っていると高い津波って意味なんでこっちのフラグを見てユーザーに伝えるようにしてますで、まあ、こういう予報とか観測っていうのは技術的な限界があってシステムは設計された、えー、特定条件下でのみ正しく作動するということなんで えー、他にもです、ね、ユーザーって情報は答えだと思いがちで,なんで避難してくださいという指示とか、えー、避,難指示あ避難所までのルート案内をしてもらいたいとよく言われるんですけど自分たちはそういう行動指南をしないことにしてます、えー、そういうルートをアプリに表示するとユーザーってその中から避難先を選ぼうとして結果的にそれはユーザーの選択肢を奪っている恐れがあるということなんですよね。本来は他の避難の難方法があったかもしれない し避難経路で何が起きているかも分からないのに無責任にアプリが避難先を案内するというのはできないわけです。なので我々が情報を伝える時情報がユーザーの判断を誤らせる可能性ユーザーの選択肢を奪う可能性というのを常に考慮しています。はい、で、えー、アクセシビリティの話です。この数年自分たちアクセシビリテティというテーマ をあのすごくよく取り組んできたんですけども、えっと、きっかけは自分の色覚特性からです、えー、自分緑と赤あの見分けるのが難しいんですけど、えっと、新宿にこういうトイレがありますどっちが男子トイレでどっちが女子トイレか2秒で分かりますか皆さん分かるのかな自分はちょっとこれトイレの前でしばらくた立ち尽くして何分か経って 写真を撮って会社の人にどっちが男子トイレって送りました <laughs> なんだけど防災情報でこう何分も考えさせる情報はよくないわけでこれは情報を伝えるツールとして役に立っているのかということなんですよねなんでうんちょっとトイレの例ですけどまあこういう課題が自分の中にそもそもあったというのがアクセシビリティに取り組むきっかけでしたでえっとアクセシビリティって 自分の中ではこの色覚特性障害だとはあまり思ってないんですけどえ障害って2種類解決方法があって1つは個人モデルでもう1つは社会モデルなんですねで個人モデルっていうのはまあ分かりやすく言えば怪我や病気を治そうとえ本人の心身機能を回復させてえ障害を取り除こうというアプローチですでもう1つ社会モデルっていうのはえそういう障害とか の不利益の原因というのは障害のない人を前提に作られた社会の仕組みだったりとかえ構造物の設計に原因があるというので道具を直そううというアプローチですで何が障壁になっているんだろうということなんですけど他にもですねえそもそも人って年取ると視力が悪くなって自然と変わっていくこともあるというその自然の変化みたいなところにもえ寄り添う必要があります。なんで まあ大きな文字で伝えるとか音で伝えるとかで言葉の壁というのは障害なのかということなんですけどつまりその人が困っているかかどうかなんですよねで我々のスマホアプリとかで障害あるいはアクセシビリティのバリアと呼われるものはその人本人の問題ではなくてそのインターフェースとの本人の都合の間にある障壁だということです。 で視覚型もいろいろあります。あの C 型だったりとかちょっと見づらいですねこれ。<laughs> あのえっ、ー、と DPTA って書いてあります。はい。あとはディスレクシアですね。文字を読むのが苦手だったりします。でディスレクシアの人たちは、えー、文字読むときこんな風にあのぼやけて見えたり重なって見えたりするケースがあって、音で聞けばわかるのに、えー、文字を読むときだけ。 えー、少し難し難いいみたなので人ではなく物の方を変えることでこの障壁を取り除いていくということなんで我々のアプローチとしては色の識別が苦手な人も使えるように文字を読むのが苦手な人も使えるように音が聞こえない人も使えるように視力がない人も使えるように日本語が読めない人も使えるようにアプリを直すというアプローチをしています。 自分たちの中でアクセシビリティの定義はです、ね、誰もが自分に合った手段や形式で情報にアクセスできることという定義にしています。えー、っとなのでいろんな色覚特性とコントラストのパターンを用意して18パターンから選べるようになっています。なんですけどこれ、えー、画面を全部18パターンずつ作っていくのが <laughs> すごく大変で、えー、これ、深度のアイコンなんですけど深度のアイコンも18パターンずつ全部あります。 でえー、文字の大きさとか太さ、太さ結構重要なんですよね、なのでフォントのウェイとサイズを変えられるようにしてるんですけど、そういうのもありますし、あと、ボイスオーバーとかトークバックのスクリーンリーダーレイアウトですね、ちょっと地図の中身までまだ読み上げる機能がないので、地図を排除して、えー、読みやすくしてます、でこれタップすると、あのー、文字列でちゃんと言葉として読んでくれるようになってます。 スクリーンリーダー対応するときってオブジェクトにラベルつけていく必要があるんですけど例えばボイスオーバーの場合水位って漢字を読ませると水くらいって読むんですよねなんで、えー、水くらいの部分を水位って内部ではひらがなで指定していたりとかあと注意報警報って気象庁真ん中に中黒入れるんですけどそうすると警報中黒注意報って読むのでこれを内部で点にリプレースして調整していたりします でえー、さっきメタデータを整備するって話しましたけど、ふりがなのデータベースも一緒に自分たちは整備をしてました、あとは英語に対応したりとかしました、なんか英語に対応したら、ですねあの米海軍横須賀基地が推奨アプリとしてうちのアプリを選定して、<laughs> <laughs> なんか多分横須賀でめちゃくちゃ使われてるみたいなんですよね。と <laughs>、はい、ういうことです、す、えー、英語版もあります、えー、非常時には中国語とか、最新日本語でもツイートをしたりしてます。 ということでですね、えー、こういうアイコンも色だけに頼らず数値でも伝えるというので地図をあのズームしていくと数値が出るようになっていたりしますあとコントラストの調整もしています。はい、ということで、えー、他にもですねあ、フォントもこだわっていて、えー、フォントアクシスフォントというフォントを内部に組み込んで、えー、アプリを動かしています。 で音声合成のエンジンも自分たちで作ったんですけどこれも TBS さんのスタジオをお借りして声を収録してサンプリングして合成音声をやってますあとさっきちょっと関さんにこれプレゼントしたんですけど防災両色のパッケージデザインもやってましてここ自分が色見えてないんで色の名前を文字で書くみたいな工夫をしてます でまあ、これは結局いつでも情報にアクセスできることという意味もあって、えー、とつまりです、ね、システムのアベラビリティの話なんですけどネルフ防災アプリの場合は虎ノ門庁舎と大阪管区気象台の2回線あってそれぞれ東京リージョンと大阪リージョンに分かれて6つのゾーンで運用をしています。 でさらに、えー、北海道胆振東部地震の全土を停電みたいな状況も想定して電源と通信を独自に確保する災害対策車両というのも運用していますで、えー、と内閣府さんからですねこんな感じで、えー、Q 安 p というモジュールを借りたり今はちょっと、J、スカパー JSAT じゃなくてスターリンクのアンテナが積まれてるんですけどそういうのもありますで、えー、と中のナビシステムを自分たちで入れ替えてですね、えー なんか出発時点検とかできる機能を自分たちでナビに入れてます。はい、という感じですね。えー、まあそうしてたら箱根町、第三新東京市とえ災害事業務協定というのをなんか締結したりとかしました。はい、でこれは女川町に展示に行ったときのやつですね。はい、こ,んな感じですこれはえと高知県の総合防災訓練に参加したときのやつです。 でえー、とリアルタイム振動っていう機能を今年9月に出したんですけどこれ、毎秒更新されるんで1クライアントが開きっぱなしにしてると1日8万6400アクセスしてくるんですよね。で、これを普通の CD n に載せるとですねちょっとあのスポンサーが AWS さんなのにちょっと AWS の,あのちょっと話申し訳ないんですけどちょっとあとこれ終わった後裏でねあの関さんに怒られるかもしれないんですけど。<laughs> 1000クライアントいると46万かかるみたいなやつなんですよね。これ財政なんです <laughs>、はい、というわけで、えー、ちょっと赤舞さんにですねあのお願いをして、えー、アクセス料金はあの無視するというか、えー、フラットに定額にしてもらった料金のプランを出してもらって、えー、そういうふうに CDN の中身っていうのを変えたりしてます。 でえー、と自分たちのシステムはで PubSub、ね、ブブに似た内部のメッセージングサービスとか Q システムっていうのを独自に持っていてあのクラウドのマネージドサービスでももちろんそういうのあるんですけど結構遅延が大きかったんですよね3秒とか遅延するケースがあってそうすると緊急地震速報とかリアルタイム振動って載せられないので自分たちでこういうメッセージングシステムっていうのを、えー、内部で持ってます、えーまあ、CDN が障害を起こすこともも,もちろんあの考慮に入れてて えっとクライアント側でメインの CDN にアクセスしてダメだったら予備の CDN にリトライするみたいな方をクライアント側に実装しています。で、えーっと、防災情報って結構ゲットのリクエストが多いんで CDN 経由すると大量のトラフィックに耐えられることが多いんですけど一方で位置情報を更新するリクエストというのも 大量に発生してますで特に緊急地震速報とか地震の情報が出た時ってみんなアプリ開くんでその瞬間だけすごいバーストトラフィックで位置情報の更新リクエストっていうのが飛んでくるんですねで一般的には普通の人たちってその受け取った API が直接データベースに何か書き込むみたいなパターンが多いと思うんですけどうちはそうするとデータベースの負荷が急に高まっちゃうのでそういうことはせずに非同期に更新するアーキテクチャっていうのを作ってます でえー、っとクライアントが数百万リクエストをいっぱい更新リクエストを送ってきたらクラウドランの、えー、位置情報更新 API が自動的にスケールをしますで内部にある分散球も自動的にスケールしてそれを、えー、書き込まれていくんですけどその後、えー、データベースを更新する API に投げ直す時にここで並列数を制限して ディスパッチしたりリトライをしているのでここから後ろのデータベースの負荷というのが常に一定になるようになっていますで、えーっと。例えば、えー、このデータベースの方がメンテナンスとか障害で落ちているときというのは DB の API がエラーを返すので分散球は後からもう1回リトライをするというのでユーザーは1回投げた API が直接分散球に書か,かれればあとは最終的に整合するようにできています。 でえっと、メッセージ順序が入れ替わったりリトライされて古いやつが来る可能性もあるんでそういうときのためにべき等性のある更新の、えー、処理っていうのを行ってますこういう非同期のやり方によって分散球を使うとですね、えー、っとデータベースコストを削減してメンテナンスとか障害体制を高めて大量のバーストトラフィックを効率的に処理できるようになっています。で、えー そうですね、もうすぐ話が終わっていくんですけど、えー、ここまでの話っていうのは技術的な課題とかあるいは技術で解決したり緩和できる面について話してきたんですけども自分たちが技術より難しいと思っているのは合意形成なんですよね、えーっとまあ、今回その9月1日に共振モニターレイヤーっていう機能をリリースしたんですけどこれ 提供すするままでに実は3年くらい時間がかかってますで技術的には2か月で実装できた機能なんですけどこれを実現するために防災科研をまず説得をして防災科研の理事会から承認を得てさらに上位機関の文部科学省から承認を得てお金の調整をして TBS さんが今回プロジェクトに入ってたんで JNN 系列28局とも調整をして、えー、という。 プロジェクトになってましたなので技術的にはすぐ実装できてもいろんな関係各所との調整が多いというプロジェクトでしたで実際のところ僕は合意形成っていうのが苦手でなんで自分が社長としてあの株式会社の形式でプロジェクトやってるんですけどねあのお金とか開発の優先順位も自分で決めることができるしデザインとか UI も最終的な決定権って自分にあるので。 ネルフ防災アプリは違う見方をすれば自分のわがままでできているアプリでユーザーからいろんな要望が寄せられるんですけどあんまりユーザーの意見って聞かないようにしてます。でシビックテックっていうのは反対に市民が集まり合意形成をしながら社会課題を解決していくものなので株式会社であってもコードフォージャパンのような法人とかであっても社会課題を解決していくって目的は同じでアプローチが異なっているのかなというふうに思います。 でまず合意形成が重要なシビックテックというのが自分に向いていなかっただけかなと思います。で課題によってはこういう民間企業がやれるものとシビックテックの市民の集まりとか相違が、えー、うまくやれるものそれぞれあるはずで自分は社長だから株式会社のやり方を選んでるんですけどもし自分が社員の立場だったら会社の中で自由が利かないなって思ってもしかしたらシビックテックを選択してたっていう可能性もあったかなと思います。 でえー、最後の項目です、えー、どのようなアプローチにせよここで重要なポイントはチームの力でで社会をすするとということですチームが目指すビジョンや解決したいテーマ挑戦したい技術あるいは勤務条件とか報酬などいろいろなパラメーターがあるはずです私たちのような開発チームであってもシビックテックのチームであっても社会をハックしていけるはずですで自分たちも今あのいろんな機関と連携して国の検討会の委員とか 参加してですね技術だけではないんだけど技術力も必要とされるやり方で国の制度の仕組みっていうのをハックする取り組みをしていますでもあの検討会でいろいろな提案をするのも一人の力ではなくてやっぱりチーム全体の支援があってチームみんなで準備をしたり意見を集めて課題を見つけて解決方法を考えていくみたいなチームでハックするやり方をしています でさっきあの赤米に特別なプラン出してもらったって話したと思うんですけどこれも実はあの前、うちで働いてた人が赤米に転職しててその人のサポートによって実現したものでしたなのでチームを離れてもなお自分たちに貢献をし続けてくれる人のおかげということですそういったチームで社会を発揮していきたいなと思ってます Code for Japan の皆様のさらなるご活躍を大いに期待しております、はい、ありがとうございます はい時間大丈夫ですはいあの石森さんどうもありがとうございました大変あの興味深い話でした残りの時間えっとあの15分ぐらいありますんで、はいえー、ちょっとあの二人でお話ししていきたいなというふうに思います、はい、あのツイッターでもかなりいろんなあの、はい、感想が出てましたので後で見ていただければと思いますあの特に前半のデータの話はですね、はい、シビックテックでもあるあるでしてそのオープンデータ えー、バットオープンデータ供養寺っていうコンテンツがあったりとかですね本当に悩ましいところだなというとあの,のを感じますあの行政の方とかもいらっしゃっているので結構耳の痛い話だったんじゃないかなと思います、うん、これどうするのがいいんですかねその上流の部分をちゃんとあるべき姿にするって、はいはい いや分かる人にやってもらうのが一番いいんじゃないですかね。<laughs> 分かる人、上の方の人もちゃんとそういうこうデータについてのそのなんかリテラシーをちゃんと持ってもらうみたいなことですかねああ。リテラシーを持ってもらうか、分かんないんだったら分かる人を用意してもらう人があって、分かんないけどなんかオープテンタやれって言われてるからやっとけみたいになって。 誰かがなんかエクセルファイルをアップロードするみたいな感じになってるのが困ってるのかなと <laughs> 確かにそうですよねまあ、あとやっぱどういう風に使われてるかっていうのがあんまりこう、うん、その 感覚としてこう伝わってないみたいなところもあるのかもしれないですね。はいはい、まああとまあよくあるのが縦割りの話ですよね。そうですね。さっきも統一化線コードが全然統一されてなかったっそこはちょっとあのぜひ声を出してこう,いうこういうふうにしてもらわないとこういうことになるよっていうのをまああのぜひなんか今後一緒にいろいろと言っていければなというふうな、はい。<laughs> ふうにも思いましたでやっぱり一番あのお話ししたいところはそのやっぱりこうシビックテックのアプローチとその会社とのアプローチ、はい、ご自身のプレゼンステーションの中でもあの会社の方が、まあ、要は合意形成をする,のする手間とかそういったところを考えたら自分はとにかくあの自分が決められる、はいえー、範囲でいろいろやっていくことがいいんだというふうなことでした。実際あのシビックテッククテのアプローチだとあの 確かに合意形成みたいなものがコミュニティみたいなものとか、うん、その要はあのこうみんなで決めるってすごい時間かかるし面倒、はい、くさいし、はい、<laughs> 大変だなというふうには思います一方でその会社でやろうとした場合にはそ,のそれはそれでこうそのチームの力だとおっしゃいましたけど、はい 最初、そのチームを作ったり給料払ったり、はい、えそもそもお金をいただけるようなビジネスモデルを作ったりとかそれはそれでいろんなハードルがあったかと思うんですけどその初期の頃ってどういうふうにそこはそのチ,ームチーム作りとかそのビジネスモデルとかえ考えられてたんですか、はいはいあのー、最初はセキュリティ事業というのが別にあってそっちの収益を突っ込んでいきますというやり方をしてたので。えっと 防災情報ってなかなか儲かんないんですよ。はい、<うん S 1> なんで防災情報で儲けます。と言うと何年か経った後に儲かってないじゃないか。やめなさいって言われかねないので。 ちょっと余計な、ね、ことを、ね、もっとやれとか <laughs>、はい、こういうプロジェクトもやってみろみたいに言われるんでちょっと今警戒はしつつだから最初は他のところでやってまげる モデルがあった上でやりたいところにそのリソースを突っ込むというやり方であったと、はい、そういうバランスも自分が社長だからこっちに分配するとかできますけど普通の社員で一部署だったら他のところからお金もらってくるみたいなのなかなかできないししかもそれ儲かんないですってサービスは採算が合わないからやっぱり会社の中でやりづらいみたいなのあると思うんでそこがやっぱり自分の環境が割と特別だったかなとは思います。 なるほど。まあ、確かにそうですよね。受託まあ、結構その受託とか。まあそのサービスで儲かっていたものを、えー、他の領域に投資投投資をするって意思決定まなかなかあの通らないですよね。なるほど、ありがとうございます。 でででもそのそっちはそっちでチームが必要なわけじゃないですか。その仲間作りっていうのはどどのようにやっていったんですか。あもうツイッターでバンバン声かけてて <laughs> お<う>。お。<laughs> 特務機関ネルフですけどって T.M. 送って。<laughs> <laughs> すごい。<laughs> それはびっくりしますね。はい。ネルフに入りませんかみたいな。<laughs> <laughs> <laughs> それちょっとワクワクしちゃうな。<laughs> はいはい。そしたら入ってくれるんでさんがい。<ー>はい。 それやっぱでも石森さん自身がその技術のことは語れるからみたいなところもあるんですかねあそうだと思いまもなんかみんな、うちに入るときにみんな結構頭いい人たちなんで<お>そんな大学出ててなんでうちに入って大丈夫なのみたいな <laughs> お母さんとかお父さんにちゃんと言ってきたみたいなのすごい心配して聞きます。 なるほど。すごいな。はい、あのまちょっと行動法ジャパンやってた時もあのあの陣之内さんっていうですね。最初のその給料をしっかり払うメンバーにジョインしてもらった時に、はい、本当にいいんですか？って聞いたのを思い出しました、ね。ありがとうございます。まあ、実はそのコミュニティによるアプローチといっても、その市,市場の何て言うか、こう市場からちゃんとこう。 その求められるというかお金がいただけるみたいなそのビジネスモデルなしにはやっぱなかなか永続化はしないところが結構そのシビックテックの課題の一つでもあると思うんですよね。で、まあその石森さんのアプローチだとまあ毛感なくてもそれはやるべきだと思っているからその他の何とかして稼いだお金でえそれをこう。 分配あの回していいくみたいな、はい、えことだとだ思いました。はい、であのそこら辺は結構似ていて、はい、結構そのシビックテックの中でもあの結構ハッカソンとかでプロトタイプ作るまで行いくんだけれども、はいえー、そ,そのあと、えー、進める時にこうどう投資をしているかっていうと実はあの結構あの皆さん自分で仕事があるからその合間にリソースを費やして、はい、<laughs> えやっているってことは結構多くてそのプロダクトの作り方とかその市場へのフィットのさせ方っていう アプローチ自体とか課題自体は実は同じなのかなと、うん、その代わりシビックテックの方がさらに長くかかるみたいなはい、はい、えことがあるのかななんていうふうに、はい、え思いました実際こうあのシビックテックみたいなアプローチとの,その防災だと結構す、えー、裾野って結構その、はい、いわゆるこう共助の世界になってくるじゃないですか、はいはい、そことのなんか活動のつながりみたいなことってあったりするんですかシビックテッククテ シビックテックの団体とのつながりはないんですけど、はいはい、シビックテック的な活動っていうのはたまにはあって。河川情報の うーんとハザードマップの更新が、うん、国が更新取りまとめるんですけどそれがオープンデータで使われるまで23、うん、年かかってたんですねこれまでそれをもっと早くしてほしいっていうのをうちと Yahoo と NHK の連合がすごいバンバン言ってて、うん、早くなってきたんですけど、はい、そのデータの間違いとかが多いんで、はい、そチェックするシステムとかをうちがプロトタイプ作って。 まあ国土交通省に貸ししてたたりしたんですね、はい、なんでそこはうちは採算はいらないんでって言ってプロトタイプ見せて参考にしますってことだったんですそういうシビックテックっぽい活動っていうのはある、はい、あなるほどねその会社側がその、まあ、官民連携みたいな感じで、はい、その行政側の、はい、いわゆるこう受託で言われたものを作るんじゃなくて、うん、もうちょっとこう積極的にアプローチをして、はいはい、その仕組み自体を変える側に回るみたいなことは結構やられてるってことですね。それは本当素晴らしい なと思います。行政とそういうこう話をする中で。なんかここがしんどいなみたいなのって、どういうところですか。うん、しんどいところ。う難しい質問ですね。<laughs> <laughs> 特にこういう課題がみたいなところとか、えーまあ。なんかこう、例えば、逆にもっとこうだったらいいのになみたいなことでもいいんですけど。そうですね。ねあの。プロトタイプ作っても。 使ってもらえない部分ももあって、はあ、もうすでに開発業者さんが、はい、あの入札で入ってるから、はい、今年度はそこに頼まないといけないんでみたいな感じで<ー>作ったものを使ってもらえないとかは割とありますけどあとはすごく時間がかかる。 ところですよねやっぱりあと担当者が数年に1回変わるみたいなのでもう1回説明をし直さないといけないとかそういういところかかなと思います確かにそこはもう本当にシビックテックでもよくある話で信頼みたいなところとか、はい、そ,のそれまでの蓄積してきた,たコミュニケーションみたいなところ。はい が結構意思決定の基準になっていてそのシンプルに良い悪いではないところがあったりしてそれがこうせっかく信頼関係作ってきたのに移動ですみたいなことになってゼロからっていうのはすごいよくある話ですねうん、ありがとうございますであともう一つ最後の方最後のというか途中の方でそのアクセシビリティの話がありました、はい、あの本当にあの僕も行政の中でもあの働いているとでデ,デジタル化のうん、うん すごいいいところはやっぱりこうアクセシビリティが上がることだなと思いました、はいはい、こいろんな、えー、そのまさに情報の出し方ができるので、はい、今までアクセスできなかった人たちが、はい、自分たちの,好きあの一番取りやす情報にアクセスしやすい方式でデータにアクセスできるというところで,でそこをものすごい手間をかけて。 ているじゃないですか。あ,、はい、あんなにこう種類そ、そのいろんなカラーパターンとか用意しているって、はい、他にあんまり聞かない。聞かないですね。ですけど、スラックのテーマ設定とかは、はい、はい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 、ああいうパターン選べるんですけど、<ー>それくらいだと思います。それ、なん、なん、なんで、そ、そこにそんなにリソースをかけようってことになってるんですか。と、まあ、二つあって、はい、まずは自分が。 必要としてるから色格特性とかもそうですしあとはそのフォントサイズを大きくしたり太くしたりっていうのもうちの親とかが老眼でフォントサイズがすごい大きいのでアプリもそれに合わせて調整してあげようみたいなのもあるんですけどもう1つは他に今から防災アプリ目指すような人はもうこういうのがデファクトスタンダードというか標準で必要ですよみたいなのをちょっと見せていきたいという部分があります。 いや、やっぱなんかあれだけ手間かけているみたいなことを聞く聞いて改,改めてやっぱ思うのは、よく会社でそれ成り立ってるなっていうことなんですよね。多くの会社がそ,そ,うそういうところにちゃんとこう投資ができて、はい、それは要は別にそれによって売上がいくら上がりますみたいな話は全然ないわけじゃないですか。ない,ないです。はい、で、まあその自分が社長だとはいえ、はい、その株主はいますよね。はい、そういったところだし。 ななどのように説明をしているのかとかその合意形成って結構自分の1人の方がやりやすいっておっしゃいましたけど、はい、でもこう市場原理で言ったら投資されている会社だったら。 そっちと合意形成しなきゃいけないじゃんそ<う>って思うんですけどそ,すよ、ね、そこは一体どうしてるんですかね、はい、あの実はうちの会社上場企業の100%子会社なんで、はい、あの上場基準でいろんなものが動いてるんですけどそこはあのうちの専務のぬかやが、うん、なんか不思議な力で説得してきてる <laughs> <laughs> 仕組みはよくわかりませんすごい能力ですね <laughs> 僕が行くとトラブルにしかならないんで、うん <laughs> <laughs> なるほいやすごい分かるというかその、はい、やっぱこうナンバーワンとナンバーツーというか、まあ、あのいわゆるこう自分の一人だけではやっぱ無理でやっぱそこをうまく間取りもって。 くれる人とかうまく説明してくれる人とか、はいまあ、あとはもちろんこう開発してるチームとかも、はい、多分いろんな、えー、その能力が合わさって今のそう奇跡的な状態みたいなのが成り立ってるんだなというふうに思いましたが、まあ、結局やっ,ぱやっぱ1人ではやっぱ難しかったってことですか、ね、いつぐらいからそうやって仲間そういう仲間と一緒にこう志が一緒な仲間みたいな えっとヌカヤが上院したのは2011年、ね、あ,あ。もう初期からの4月ですね。はい、あれ、2012年の4月かはい。震災から1年くらい経ったです、ね。たっちはもう割と最初の頃から、はい、もう終その初期の方からその今のようなサービスを提供するんだ。みたいなビジョンみたいなものは結構。 ゴールみたいなのが定まっていたのかやりながら変わっていったのかあもうやりながら変わってきましたね最初はただツイッターでつぶやいてただけなので最初に言ってた複線回収ですねなるほど やっぱそういう発信みたいなのはとても大事だったってことなんですかね長く続いてるっていうことが大事なのと、はいはい、あとは権利関係の人と合意形成を、はい、頑張ったというところかなと思いますすごいですよねデータ買うためにちゃんとお金用意したりとか。はい それもそうですし、はい、ネルフの名前を使い続けるのにも合意形成がそうですよね確かにい、はい、最初は本当になんかノリでみたいな感じだったのが、はいま、はい、だにっていうのはすごいですね、はい、なんだかんだ言ってでもすごい合意形成し続けてきてるわけですよ、ねはい、そうだと思いますねの、はい、あのなんで共振モニターのやつも最初三年かかったって言ってましたけどあれその防災課金が 出してるページをスクレーピングしてきたら技術的にはすぐ作れるんですよ、はい、でもスクレーピングでぶっこ抜いてきたやつをネルフアプリでオフィシャルでリリースするっていうのはできなくてやっぱり正面玄関からちゃんと協力協定っていうのを結んで書面で合意をして提供するっていう流れにしないといけないっていうのがネルフ的にはそうだったんですね、はあ、なるほどね人の看板借りてるんで勝手にぶっこ抜きはちょっとそうですよね、はい へすごいなあなかなか面白いですね、うん、他にやっぱあんまりそのないユニークな会社だなっていうのは改めて聞けば聞くほど思います。はい、であの残り時間も少なくなってきたんですけどあの今回石森さんのお話聞きたいって結構そのあの若手のエンジニアとか。 からですね、結構名前が複数上がって、えーはい、ぜひお話し聞きたいということでしたで最近やっぱシビックテックもですね10年やってくると本当に次の世代みたいな、はいえー、技術者とかですね、えー、その学生とかそういうあの若い人たちがこう,こういう社会にいいことのために自分のスキルを使いたいとか、えー、いう形で参加をしてくれてきているんですねでシビックテックチャレンジカップって毎年やってるんですけどそこでも本当に素晴らしいアイデアが いいっぱい出てきてきプロトタイプも本当にすごいよくできていて、まあ、あのものづくり自体はどんどんこうあのコモディティ化してきているので、うん、本当にこう社会課題というものに対してそれを活用してしかもこれが本当にこうワークしたら、はい、あの社会変わるかもねみたいなものがどんどん出てきているんですね、はい、でもやっぱこうビジネス環境というのはやっぱ相変わらず難しくてですね あのなかなかその自分のやりたいことにリソースを費やせないとかですね、えー、そんなシビックテックをやりたいみたいなことを思っても就職先はなかなかないみたいな <laughs> 状況があったりして、えー、一旦コンサルに入るみたいなそういうことが多いわけですけれどもそういう若い人たちに向けてそ,のそういう,こうちゃんと本来やりたいことお金じゃないけど、まあ、お金は必要ですけどその実際こう。 やりたいことを、まあ、ある意味わがままを通してきた立場として、はい、なんかこういう視点でちょっと頑張ってみたらみたいな応援のコメントみたいなのがあればぜひいただきたいんですけどあのあのまず起業はおすすめしません <laughs>、はい、起業しないでください、<laughs> はい、ダメです、はい、でちゃんとやりたいんだったらちゃんとしたところに入るのが正解で。 あの例えば NHK って災害報道するのって放送法とか気象業務法とか、えー、災害対策基本法で NHK が指定されてるからやってるっていう法律的なバックグラウンドとか根拠があってやってるんですね。で民間って法律的な根拠がないのに勝手にやってるので行政からしても扱いづらいところが勝手にやってる人たちみたいな。なんでちゃんと法律的根拠のあるところに入ってやるみたいな方が 堂々とやれるわけで最初はそっちから始めて業界のことがよく分かってきてから、うん、シビックテックに参加するとか、えー、自分で起業するとか次のステップに進んだほうがいいかなと思いますなるほど、はい、最初に何かドメイン知識だったりとか、はい、そういうそのちゃんとそのそのそのし解決したい領域に対しての現場だったりをちゃんと学べるような、はいはい、そういう経験をした後から、はいえー、その。 テクノロジーをよつの要素を追加するとかその自,分自分のオリジナリティみたいなものを追加していくそういうの方が早い結果的には技術って後から学べるんで例えば医者が技術学んだらめっちゃ強いみたいなふうにメインの領域に技術がある方がよくて僕らみたいにプログラマーが今から医者になりますは結構ハードル高いんで最初に医者を,医者を志してから技術身につけた方がいいんじゃないかなと思います。 逆に言うと結構その、まあ、あんまり僕こう文系理系っていう言い方は好きじゃないですけどやっぱ技術、まあ、の情報専門に学んできてないけどシビックテック的なことをやりたいんだけど今からコーディング勉強した方がいいですかみたいなの聞かれるんですけど GPD に書いてもらった方がいいですよ。<laughs> <laughs> ですね、だから技術のほう後で学べるからやっぱりこう課題について話し,なにしてないと、はいはい うまいもの作れないと思うんで、はい、そうかなと思います。ありがとうございます。あの文系の学生にも勇気に,にもらえた言葉なんじゃないかなというふうに思います。というところであのもうあと、えー、もう最後の一言で、ね、いただいて終わりたいなと思いますけれども、あのちょっとあのぜひですね今後のあの目標というか今後あの これまでの10年、これからの10年というのが今回のテーマなんですけど石森さん自身の次の10年みたいな、えー、ところについて何かこう,こういうことしたいっていうのがあればぜひ言っていただいて終わろうかなと思いますあの事前に何もあの下打ち合わせしてないんで、はい、いきなり、はい、急に振られました。はい、いやうん、た分国のデータをもうちょっとまともにする手伝いをしていくんじゃないかなと思います。 社会を博するなんで、<laughs> はいですね。あのそこはもうぜひ行動フォジャパンも一緒に活動できるところだと思いますし、あのこの協さ企業さんとかもですね、あの結構こう一緒にできるところなんじゃないかなというふうに思いますので、はい、ぜひ一緒に頑張っていければというふうに思います。はい、ということで、あの素晴らしい話をありがとうございました。はい、石石森さんでした。はい、ありがとうございました。はい、石森さん、関さん、貴重なお話ありがとうございました。先ほどあのネルフ防災が 財政難との話もございましたが、NELF アプリには、ですね防災のアプリにはサポーターズクラブという制度があるそうですの、ね、で、皆様、今すぐ検索して、ですねコードフォージャパンサミットのハッシュタグつけて、SNS でつぶやいていただければと思いますので、よろししくお願いいたします、はい、それでは皆様、改めてお二人に大きな拍手をお願いいたします。